せっかくね、ちょっとここ寄ったんで、あ、夕日が綺麗かもしれない。まあ、このあたり散策していきたいと思います。はい、ということで、岡剛でございます。レッツゴーですね、レッツゴーですね。よりこんな感じでいきたいと思いますよ。ということで、まず、閉めてからの関門海峡。久しぶりで、そんなに風がね、強くないからいいんじゃないかなと思って。白ヘビにリーバイスエンジニアドジーンズです。夕方交通量多いのと若干薄着だから寒い的な感じで、でね、あそこ見えるかな、ちょっと画面切り替えようか。あそこなんですけどね、鳥居が見えるでしょ。あそこ多分行くのね、ぐるっと回らなきゃいけないと思うんで次回にしたいと思うんですけども、あのとこにね鳥居があるの最近ね、ここ走って、いや初めて気づいたんですよ。ということで関門海峡でございます。じゃじゃーんと、インカメよりアウトカメラの方がいいかな。じゃじゃーんと、なんだこれは、このボールがありますね。関門海峡、今船が向こうから 1,2,3 隻ですね。あ、向こうからも来る、向こうからも来る。こっち行くのちょっと辛そうですね。あっちからの方が早いかな。ここはね関門海峡だから潮の流れが非常にね早いですね。狭いです。ここ700メートルしか離れてない。おー、夕方はさすがに寒いぜ。これね、白がすごいでしょ。ヒゲの白が2年ぐらい前からね1本2本生え始めてね、この1年ぐらいかな、急に来ますね。廊下は急に来ます。ということでここね、ほら、大砲ですね。砲台跡でございます。今日ね昼からねちょっと確定申告でかなり疲れましたね。疲れたから少し散歩です。でも久しぶりじゃないかな、散歩。なかなかね時間がなくてあれだったんですけど、潮の流れどっちなんだろうか、向こう、あーどうかな、見たらわかるか。うん、清々しい、気持ちいいですね。この雲が若干多いけど、まああの夕日とね、まあ、コントラストが綺麗なんじゃないでしょうか。いつもねあの辺かな、紙芝居してますね。であっちが関門の人道トンネル、下にねユニクロのフリース着てるけど寒いよ。あれこっちの方が早いか分かんないな、なんか中途半端な感じですね。ということで、あ、そうだな、せっかくだから関門トンネル下まで降りてみましょうか。だいたい 50m ぐらい下がって、ここのね下をね歩いて向こうまで行ったら北九州、九州まで、本州から九州まで歩いていけるというねところでございます。あ、信号待ちだからタイムラプス撮られるかな。関門人道トンネル、こっちにもねいろいろあるんですよ。ようこそ下関へ。ということで、あ、さっき言った海峡メッセです。今のこんな感じですね、下関市。あそこのね角島もですね下関なんですよ。ここからだいたい1時間半ぐらいかかりますね。で潮の流れね、やっぱこっちからの早かったです。ということで人道トンネル行きたいと思います。なんだかんだで人道トンネル久しぶり。徒歩はね無料、徒歩は無料、自転車とかバイク、原付はね20円だったかな。でこれで押して、あら、こっちかな、あ、こっち来た。こっちから入って、こっちから
降りるというような感じですね。地下深く潜っております。地下と地上しかボタンがない。白蛇やっぱ履きやすいですね。合わせやすいね。表面側トンネル入り口です。じゃーんと祝還暦。こういう風にね、まあ工事の様子とかねありますね。昭和30年代活気あふれる下関駅、駅前こんな感じだったんですね。今は全く違いますね。これが日の山展望台か、日の山ロープウェイ。一応ねこの上車走ってます。で人道でしょ。で全長 780m、 一番深いところ 58m ですね。まあ、当時こんな感じ。これ下関側で、あと門司側ですね。こんな感じです。この車が古い、こんな感じですね。ということでちょっとね歩いてみたいと思います。歩いてもね片道15分ぐらいだったっけ、忘れちゃったけど、まあ、そんな感じでですね。でね夕方ね結構ここでねトレーニングというかね走ってる人が多いんですよね。まあ下関市民にはまあ馴染みの場所でございますね。車の音するでしょ。この上ちょうどね車ほんと走ってるんでね、不思議だな。そういった意味ではですねちょっとね変わった場所なんですよ、関門人道トンネル。まあね、あの海底トンネルといってもさすがにこう外は見られないんですけども、まあでもこれ一本ほんと一直線なんで、これをずっと行ったらね九州まで歩けるっていうのがね、そこがちょっと不思議だなとやっぱりつくづく思いますよね。アンコウかな。もうちょっとでね一番底になります。フグ。おちょうど誰もいない時にタイミングいいじゃん。ということでここ山口県福岡県境目でございます。こんな感じ、こんな感じですね。60周年ですよ。60周年、山口県福岡県。上から見たらこんな感じね、こんな感じのところ歩いてますよ。ということでね今日はですね、関門人道トンネル久しぶりに歩いてみましたという感じで終わりにしたいと思います。では本日もご視聴ありがとうございました。おかつよしでした。ではまた見てください。今ね帽子脱いだらすげえ真ん中分けでしたね。もう結構ねでも刈り上げてもらったんですっきりしていいんじゃないかなと思います。これサンバじゃない、あの何シャンプーも楽です。革靴も楽です。挟まれ中ちょうど大きいコンテナ船みたいなのが通ってます。ここはもう閉まってるか、5時までか。ここね資料コーナーです。閉まってますね。